かきふ。昔あるところにな子供がおったんだけどそれがだん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 大きくなって一人前になってきたところが子供の時と同じように家の中でゴロ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 ,ゴロして家の手伝いもせんし仕事もせんし お父さんやお母さんが困ってしもうとったんじゃ。とうとうお母さんが「お前は何ならええ年をしてもう一人前じゃゴロゴロするに何か仕事をしなさい」言うたらその子供が「お母さんそう言うんじゃったら何をするかちゃんと言うてください。よし明日わしが品物を渡すからそれを売ってこいよ。町行って売ってくるんぞ。言ってお母さんが町に出かけて行ってお茶と 栗と柿と麩を買ってきて明日はなここにお茶と栗と柿と麩があるからこれを町に行って売ってきなさい」言うたんじゃ次の日になって「じゃあほんならこれを持って町に行って売ってきます」なあ町に行ってきみんなに売るんじゃけど売るときにはちゃんと名前を言って売るんぞ。それにな 町の人はなようしゃべるようしゃべる人には気をつけんとなだまされるから決してようしゃべる人を信用したらいけんぞ気をつけていけんそれからあんまりものを言うと信用されんからあんまりものを言わんで売ってこい。その息子はお茶と栗と柿と麩を籠の中に入れて天秤棒で固いで出かけていったんじゃな。 「あんまりものを言うたらいけん」と言われたもんじゃからその息子町の中に着いたけど黙って歩いたんじゃなそうしたら向こうから女の人がやって来て「あれらここじゃお茶も売っとんじゃなお茶くださいお茶ください」お茶ください。いやものをあんまり言うものは信用したらいけん。 言われたもんじゃから「これは早く逃げん」と思って「たったた逃げていった」「これ待ってくださいお茶を売ってください」「わあ物を言うものはいけん」と思ってその息子はたった逃げていってしもうたんじゃ。一日黙って歩いたり声をかけられても逃げていったもんじゃから何にも俺なんだ。夕方になって足は痛いし肩は痛いし「はあはあ」と思うて。 家に帰帰ってきたたりました売れたか全然売れなんだ全然売れなんだ言てどう言って売ったんなら物を言うたらいけん言うから黙って歩いたそれに売ってください言うた人が売ったけど物を言う人は気をつけりゃいけん言われたから逃げてきたい何をお前言うんならちゃんと名前を言わんと。 売るもの,の名前を言わんんと誰も買ってくれんでちゃんと名前を言ってなあの売ってこいお茶と栗と柿と麩じゃからその名前をちゃんと言って売ってこいよ明日はそうせはい次の日またお茶と栗と柿と麩を入れた籠を天秤棒で固いで歩いて行ったんじゃな町に着いたもんじゃから名前言わんとけんと思って。 お茶と栗と柿と歩じゃから「ちゃっくり柿ふ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 みんなあの人何言うんじゃろうかなって」指さしをするだけで誰も買ってくれ。 これはもっと元気を言わんとけんと思ってな「ちゃっくりかきふ」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 「あの人何言うんじゃろうか誰も指さしするだけでこうてくれ一日」「ちゃっくりかきふ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 」「歩いたら喉は痛いし足は痛いし肩は痛いし」 ああ、家に帰った帰りました売れたか全然売れなかったちゃんと名前を言った歩いたんじゃないんかうん名前を言って歩いたよどういうように名前を言って歩いたならお茶と栗と柿と斧じゃからちゃっくり柿ふ茶っくり柿っくり柿ふちゃっくり柿ふちゃっくり柿ふちゃっくり柿ふ,ふじゃったら全部縮まってしもうて何のことか分からんじゃねえの。 茶は茶で別々に言うし栗は栗で別々に言う柿は柿で別々に言うふわふわで別々に言うちゃんと別々に言あんていけん明日はなちゃんと別々に言って売ってきなさいはいまた次の日前と後ろの籠の中にお茶と栗と柿と麩を入れて天秤棒で固いで町に着いたんじゃな今日は別々に言うぞと思ってそうじゃお茶と 栗とと柿じゃから「茶は茶で別々」「栗は栗で別々」「柿は柿で別々」「ふわふで別々」「別々の別々」「茶は茶で別々」「栗は栗で別々」「柿は柿で別々」「柿は柿で別々」「ふわふ」で別々」 別々の別々、ちゃわちゃで別々、ベツ、クリャクリで別々、ベツ、カキャカキで別々、ベツ、フワフで別々、別々の別々、ちゃわちゃで別々、クリャクで別々、カキャカキで別々、フワフで別々、別々の別々、別々の別々、別々の別々。一日歩いたけど、誰もあの人何言っとんだろうか。言うだけで誰も買ってくれ。 肩は痛いし喉は痛いし足は痛いしやっとのことで「帰りました」言うたらそうしたら「売れたか全然売れなんだ」どういうように言ったんでちゃんと名前を言って歩いたんじゃないんかい。うん名前を言って歩いたよ。どういう名前を言って歩いたんだお茶と栗と柿とふじゃから茶は茶で別々べつ、栗は栗で別々つ、柿は柿で別々。 ふわふでべつ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 のべつべつちゃわちゃでべつべつこりゃこりでべつべつかきゃかきでべつべつふわふでべつ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 のべつ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 のべつべつ言うたりとお前はバカじゃのお前の方にバカにつける薬がないつける薬がないんだったら飲む薬ちょうだい言うたんじゃってそれも一昔 この話も本当に面白いんですよ、えー、私は毎年あの小学校に行ってあの話をするんです今私が住んでいる学区の小学校でもう何年やるかな40年以上毎年やってるんです今は1年生と3年生と5年生にあの語りをしてるんです。子供たちが 昔話を喜んでくれるからね、えー、こっちもそれによって若返りますから語りをしとるんですね。で、あのー、まずお茶と栗と柿と麩を売ってこいと言ったら「茶栗柿麩というのをそれを「茶栗柿麩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 茶柿麩」麩麩麩麩麩麩麩というように調子よく言うと。 子どもたちがもう本当に一生懸命になって歩きながら語りをしますからもうそっちにもうぞろぞろついてくるというように「ちゃっくり下級」のねあの話は人気のある話ですね。あの物もその売る声によって売れたり売れなかったりするところがまた面白いところですね。